いや、いちご味ってそんなに好きじゃないんだけど、今日ね、天気いいんですよ。なかなかあったかい、あったかい、うん、春の初めぐらいのあったかさだから、やっぱりこのピンク色、いちご、このピンク色、まあいちご味なんだけど春っぽいじゃん。あと食感が好きだから、色と食感は好きだから、味はまずいけど。撮ろうかどうしようか迷ってたんですけど、気が向いたんでやっぱり撮ります。っていうか暇なんで、今日ちょっと服でも買いに行こうかなって感じなんですよ。最近は結構古着屋が多くて、古着が結構好きなんですよ。昔からやっぱ古着が好きで、いろんな古着屋に行ったりしてたんですけど、最近は結構ね、安くてバランスのいい穴場な古着屋を見つけたんで、そこに行ってるんで、なかなかね、そのいろんな古着屋とか服屋に行かなくなったんですよ。もう古着メインっていうか、古着ってやっぱり、最近の古着はまだいろいろですけど、いわゆる古着っていう古着は人と被んないことが、人と被んなかったりするので、やっぱその時年代物のやつなんで、味があったり人と被らなかったりで、まあ安かったりっていう面で、あとその探し当てた感じが好きです。いろんな古着の中から、おこれいいじゃんと思って、それを自分の目で、自分の神秘感がそれを見つけて、でそれを取り入れていくっていうのが好きなんですよね。何話そうかな、なんか話すことあるかな。ああそうそう、せっかくね、その古着屋行くなら、ドゥカティスクランブラー原宿にも寄ろっかなとか思って、どっちみちその辺の渋谷の方行くんで、原宿とかそっちの方行くから、ああやっぱ街乗り好きだな。246は安定してていいですよね。246ね、車で走るのはムカつくんだけど、バイクで走る分には全然問題ない。あの前にも動画で言ったんですけど、デウスエクスマキナっていうショップ、まあカフェ兼服屋さんのデウスエクスマキナ原宿っていう店があるんですけど、そこのデウスエクスもスクランブラー原宿からすぐそばなんですよ。もう歩いてすぐの距離。デウスもちょっと行こうかな。また前も行ったんだけどね、前も行ってなんか買ったんだけど、帽子とかなんか買ったんだけど、また帽子買おうかなデウスで。前ね、目の前を通ったんだけど、その時入んなかったんだよね。その時ドゥカティスクランブラーにあんま興味なかったからさ、そのデウス行った時はね、まだ1年前、1年も経ってないか、去年の夏ぐらいの時はね、興味なかったんだよね。やっぱその時は大型は取ってなかったから、あとドゥカティが、正直俺の中ではドゥカティはそんなにピンとくるメーカーではないんですよ、バイクメーカーとして。これね、ドゥカティ好きな人には申し訳ないんだけど、ドゥカティが最近出してるバイクにそんなにねピンとこない。あのなんかこんなとんがったやつ、なんとかムル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 なんとかムルなんとかっていう、なんかとんがったくちばしみたいな鳥みたいなやつは結構デザインは好きなんですけど、昔のねドゥカティはねかっこいいなと思うんですけどね、すごい古いドゥカティでも、そんなにね俺の好みにすごいパチンってくるような感じじゃないんですね。申し訳ないっす。ドゥカティだけどスクランブラーっていうのを出した時は、おってちょっとね、おおと思ったんだけど、でもおおぐらいでピンとは来なかったんですよ、その時は。なぜかっていうと、その時大型免許持ってなかったし、いつか大型免許取って大型に乗りたいっていう願望も1ミリもなかったんで、やっぱ大型免許持ってなかったら関係ないじゃないですか、自分には。大型免許もないし、大型乗る気もなかったら、大型のバイクでいくらいいの出させても関係なかったんですよ、俺には。それはドゥカティスクランブラーが役不足っていうよりは、俺がいかに大型に興味がなかったかっていう、よっぽど興味がない
から本当はピンとくるはずのデザイン、今だってピンときてるデザイン、ね、スクランブラー今はすごいいいなと思ってるんですけど、今更ピンときたっていうのはやっぱり本当は好みのはずなのに、タイミングとかいろんなものが重なっていつピンとくるかわからないから、例えば女性限定 100% 女性限定、お客さんこの日入場していいのは女性のみ、500円でイチゴ無制限食べ放題とかなったら、おおすげえじゃんって思うけど、別に女性じゃないからまず俺は行けないし、イチゴも好きじゃないし、あんまそんなに関心を持って見れないじゃないですか、おーってほどは、あそうなんだぐらいで終わるんですけど、それと一緒で大型でね、いくらねいい感じのバイクが発売されてもやっぱ自分に関係ないし、大型いつか乗りたいって気持ちもないから、なかったから、あそうなんだスクランブラー、へえドゥカティっぽくないねぐらいで俺の中で終わってたんですよ。まあ見た目は結構好きだけど、まあぐらいにね。だけど大型撮ってみて、まあ大型バイク乗らない理由がたくさんあるんですよ。で今ね大型免許ほぼもうすぐ卒検を 目の前にして大型免許取れるだろうって感じなんですけど、まあただ大型免許取ったからって大型バイクでは乗らないんですよ。前に話した理由以外にも実は様々な理由が実は俺の中にあって、これはあんまり言いたくないから言わないんだけど、当分は大型バイクを乗らない理由しかないんですよ。ツーリング一人旅みたいなのをするとなると大型もいいなっていうふうには思うんですけど、で多少ね大型乗るならこれいいなこれいいなとか考えたりするんですけど、そんな中ドゥカティスクランブラーを久々に目にして、実物をそれまでそこまでねピンときてなかったのに、実物見たらおおってなって急になんかね、ドゥカティスクランブラーアイコンっていう黄色いタンクのやつと、あとちょっと黄色なんだけどオレンジっぽいタンクのやつと、あとなんだっけな、ねアーバンエンデューロとかいうちょっとミリタリーっぽいカーキなタンクのやつとあったんですよ。あクラシックかオレンジのやつは、そうそのオレンジのやつとカーキ色のやつはシートが茶色くてかっこいいシートが元からついてたんですよ。でそれ見ておってなって、結構質感雰囲気いいなみたいな、ちょっとカスタムしたみたいな感じになってるんですよ。で俺カスタムでバキバキにやるよりは元からかっこいい方が好きなんで、元のオリジナルの形でそのまま乗れるもんなら乗りたい、好きなら。だからへえこんな感じで純正でこんな感じだったらいいじゃんって思って見てたんですね。そしたらタンクのところにドゥカティスクランブラーってその黄色いやつには書いてあったんですけど、そのアーバンエンデューロっていうバイクのタンクにドゥカティスクランブラーって書いてある文字の隣になんか赤いバッテンがついてて、え何これかわいいと思って、なんか何のバッテンなのか、なんか意味あるのかな、あれバイク的に何かの意味があるのかわからないんだけど、そういうの知らないからなんかオフロード感出してるのかわからないんだけど、なんかバッテンがついてて他のタンクにはついてなかったんですよ。いやこの赤いバッテンかわいいじゃんと思って、でそのカーキ色の、ね、見た目の色とかその茶色のシートも相まってすげえいいなと思ったんですよ。でもそのおしゃれ感というかそのパンチと効いてるカーキのバイクって他にもねちょいちょいあったりすると思うんですけど、その絶妙なマンダリンオレンジみたいな色のタンクも綺麗だったし、あとその黄色い方のアイコンっていう方のタンクも本当のレモンイエローってまでじゃないけど本当に鮮やかな黄色で、それまた発色が良くて、やっぱ海外のメーカーのそのカラーってなんか発色がいいイメージがあるんですよね俺。でその色がその黄色の色がすごく良くてオレンジも良かったんだけど、あーこれいいじゃんと思って急にその赤いバッテンのおかげでぐっとなんかねピンときたっていうか、おあなんだそんな感じなのって思ってピンときちゃいました。ただそこでじゃあやっぱり大型他のことを優先しないで大型バイクを買うことを優先しちゃおうとまでは思わないですけどね。かなり珍しいことですよ、この現行車に俺がピンとくるなんてことはなんか知らないけどなくて、今まですげえピンときました。珍しいですよ本当。ただすごい売れてるらしいんで、あんまり人と被るバイクに乗りたくないなっていうくだらない自意識を持ってる俺としてはちょっと残念、いいことなんですけど残念ですね。バイクが売れることはねやっぱメーカーさんとしてはいいことだと思うんですよ。だけど俺としてはね気に入ったモデルがバカ売れしちゃうとやっぱかぶりそうなんで嫌だなーって。今んとこねスクランブラー見たことないんですけど、俺の周りの日常生活では。
まあただ都内とかだと多いのかな、やっぱり。他にもね、気になってるバイクあって、今一番気になってるのはね、モトグッチなんですよ。イタリアのバイクメーカーで、乗ってる人があんまりいないっていうのがまずでかいのと、あと昔神奈川県の宮ヶ瀬湖っていう湖の方のカフェに行った時に、友達と SW1 で、友達を後ろに乗っけて行った時に、 SW1 が珍しくて、やっぱりそこに来てるバイクで来てるお客さんが多くて、なんかワイワイしてたんですよ、俺の SW の周りで。4、5人が取り囲んでたから SW についてワイワイ盛り上がってるっていう、でおいおいと思ったんだけど、なんかすいません、ちょっと見せてくださいとかで一声かけられたんで、おおう、そうやって一声かけてくるのでいくらでもどうぞみたいな感じでほっといたんですよ。なんかどうやらそこのカフェのオーナーさんと、そこに来るお客さんたちの常連さんたち、バイクで来るその常連さんたちとオーナーさんが、なんかバイクチームみたいのを作ってるバイク仲間らしいんですよ。オーナーさんも昔は株だったんだけど、そういう影響を受けてどんどんね、大型取って、はやぶさの今乗ってますとか言って、へえーみたいな。でその時俺大型全然興味なくて、まあ全然取らないけどねと思いながら、大型はね、大型でいいよって軽く言われたんだけど、まあそうですか、はっはっはって感じで流してたんですよ。興味なかったからね、1ミリも。でみんなハーレー、カスタム、ちょっとカスタムしたハーレーとか、あとなんか多分スズキの GSX、俺ね、そういうのよく分かんないんだよ、モデル。アルファベットで GSR、GSX なんとかとか言われたもんね、覚えられないから、一般人は。一人、モトグッチがいたんですよ。で、見た目はやっぱりその中では一番好みで、まあそこまでピンときたわけじゃないんですけど、あ、まあこんな方だったらこれかなぐらいの。それがモトグッチの V7 なんとかってやつで、多分クラシックってやつなのかな。白いタンクのやつで、確か。でその時にそのモトグッチのエンジンが V の字の形をしてるんですね。モトグッチのエンジンってなんかこういう感じなんですよ。でその V の字のエンジンって普通は縦に V になるらしいんですよ。その V の字のエンジンがこうなってる分、こうやって揺れるから縦への推進力を生み出すらしいんですね。だけどモトグッチのエンジンはその V の字が横に、こっち向きで、バイクの進行方向はこうだとしたらこっち向きになってるらしいんですよ。普通のハーレーとかがこういう風になってるらしいんですけど、モトグッチのエンジンはその V の字がこうなってる、でこうなってる、だから普通のこうじゃなくてこうなってるから、なんかグワングワン、なんかこうエンジンが回るような感じだよって言ってて、だから右側の方からアクセルをひねると、こっち側の右側の方からエンジンが、車体がこうグワってグッて起き上がってくるんだって言ってて、その時にね。で俺その時何言ってんだろう、よくわかんねえやと思ったんですよ。バイクのそのメカの話全然わかんないから、でもなんとなくそうやって言われて、あ、そうなんですねってすごい優しく教えてくれたんですね、紳士の人が。へーって、ちょっと面白いなと思ったんですね。普通のエンジンと違ってそういう風になってるみたいな。だからなんか信号待ちとかしててもちょっとグワンワン、なんかくるグワンガンするっていう風に聞いて、なんじゃそりゃと思って、でそのエンジンの話を聞いてからちょっと興味出てきたっていうか、なんだそれって思って、で普通はその V の字を縦に収めてるのに横にして収めてるから、このガソリンタンクよりそのエンジンが飛び出ちゃってるらしいんですね。ガソリンタンクよりこの V の字の V の部分がこの外に出ちゃってるんですよ、モトグッチのそのエンジンが。だからこのタンクの足元のこの膝のあたりまでこうもこってこう出てて、こうやって両方に、何それと思って、それをいろんなものを犠牲にしてでもその V を横にしたいのっていう、その変なところにピンときちゃって、面白いと思って、やっぱそういうパンチの効いたバイクが好きなみたいで俺。モトグッチのそのブランドみたいなのはどうでもいいんですけど、どっちかというと靴なんか壊れそうとかパーツ高そうとかで嫌なんですけど、外国のバイクよりは日本のバイクの方が好きなんですよ俺。だからね、できれば国産のバイクには乗りたいんですけど、なんか面白いじゃないですか、モトグッチのそのエンジンの話。買わないなりに考えてるのはそのモトグッチのエンジンがちょっと気になるなとか、あとはねやっぱり DR800 っていうスズキの古いオフロード、 800cc なのに短気筒で手が震えるっていう、そのバイクの振動でナンバープレートが割れたりボルトがとか飛んでったりとかするらしいんですけど、極めつけは振動があんまりにもすごいんで、バイクの 800cc っていう でかい排気量なのに短気筒っていうとすごい振動が来るらしくて、ずっと乗ってるとそのなんか手の血行が悪くなっちゃうらしいんですよ。白老病って言って、
あの土木作業の人とかがチェーンソーをずっと一日中ずっとチェーンソーを使ってて、 木とかをねチェーンソーでビーンって切る人、チェーンソーって振動すごいじゃないですか、多分見た感じビーンってなってるわけ、あえて強い振動のチェーンソーとかをずっと長時間使う労働をする人とかの職業病みたいな感じなのが白老病らしいんですよ。で手の血行が悪くなってなんか手がしびれたりなんとかなっちゃうみたいな。でそれがその DR800 っていうバイクに乗ってると振動が 800cc なので短気筒にしちゃったもんだから振動がすごくて、ロングツーリングとか行くと白老病になっちゃうらしいんですよ。でそうやってロングツーリングで白老病になっちゃえばなっちゃうみたいな書き込みを読んでバカじゃねえなと思って途端に欲しくなっちゃって、見た目もねなんかこう鳥みたいで好きなんですけど、その 800cc なので短気筒っていうそのバカげたところが好きで欲しくなっちゃいましたね。でもちょっとね人と被らなくていいんだけど、ちょっと古すぎるっていう、ちょかなり古いのと、日本で発売せずに海外で発売したモデルの逆輸入車みたいな感じになるんで、パーツとかがもともとそのバイクの弾数もないのにパーツに関しては絶望的なのかなと思うとちょっとめんどくさいですね。あと今考えてるのはこれちょっと内緒なんですけど、結構現実的なやつがあって、これちょっとね内緒なんですけど、続きのテンプター 400cc のテンプターっていうのがあるんですよ。でそのスズキのテンプターってやつ、もともと見た目がかなり好きで、 400cc で買うならテンプター結構上位に迷うぐらいの好みのやつなんですけど、そのテンプター400にサベージ650っていう大型バイクのエンジンがテンプターに割と簡単につくらしいんですよ。もしそういう風にやってくれるバイク屋さんがあればですけどね、やってる情報が結構あって昔から。でそのテンプター400を 650cc にして乗りたいなっていうのが昔からあったんですよ。もしテンプターに乗るなら一層650にしたいっていう感じ。見た目は本当に好きだし、でどうせ乗るなら650に乗りたいみたいな。 SR も400と500とかあって、もしも SR に乗るならどう考えても500じゃないですか。あ、500なんですよ俺の中では。それと一緒でね、テンプターも乗るなら650にして乗りたいんで、大型取ったらそれがもう乗れちゃうんで、サベージのやつを移植してテンプターにして、でテンプターの元の見た目が好きだから、あの見た目を生かしてちょっとカフェレーサーチックにカスタムして乗りたいなとか。でもカフェレーサー、あの見た目でカフェレーサーにするのはもうそういう風にして乗ってくださいみたいな感じの見た目じゃないですか、テンプターの形自体が。だからちょっとありきたりかなとか、650にしてカフェにしてとかやって思うんですけど、あの職場のバイク大好き先輩に聞いたら、なんか乗りたいのあるのって言われて、元こっちのグリーゾとか V7 レーサーとか、あとは DR800 とか言ったら、いちいちなんかなんでそんな変な好みなのとか言われたりするんですけど、あとはそのテンプターを650にしてカフェにして乗ろうと思って、するとありきたりですかねとか、全然ありきたりじゃないよって言われてそのサベージのやつを移植してね、今時乗るなんてね十分変だよって、十分おかしいよって言われて、あ、そうですかみたいな。俺何がありきたりで何がありきたりじゃないかよく分かんないんだけど、俺の中ではなんかありきたりな感じがするんで。むしろテンプターを650にしてカフェにして乗るよりも、サベージをもう元の形がわからないぐらいにバチバチにカスタムして、サベージ650、実はこれサベージ650で出て乗るのもありかなとかね。まあこれちょっと内緒の話ですよ。ライダーに聞かれたらちょっと真似されたくないんで、サベージに目をつけてるんですよ今。昔からそうなんですけど、テンプターを650にして乗りたい誰も真似しねえか別に。まあ、そんな感じで大型乗りたいバイクもいろいろあるんですけど、その中にそうやってね古い今時サーベージだどうとか言ってますけど、そろそろねそのくだらない自意識からも卒業したいっていうか、今までずっと絶版車に乗り継いできたんで、たまには現行車にも乗ってみたい、せめて2000年代のバイクに乗りたい、もう1989年のバイクとかこのご時世に買ってる場合じゃねえんだよな。やだな、この車輪子とか絶対後ろ見ないからな。やっぱバイクで走るの気持ちいいな、この辺の都市部を。
まあそんな感じですけど、そうだ、前に来た時は音声が取れてなかったね。確かマイク刺さってなくて風切り音がすごくて全然取れなかったんだよな、音が。じゃあちょっとまずは普通の古着屋さん行ってきます。ここか、ああここだな。あれ、いっぱいだな。じゃあちょっと行ってきますか。